北洋銀行、株式会社北洋銀行、北洋銀行、A 賞、ノースパシフィックバンク、LTD は、北海道札幌市に本店を置く、第二地方銀行。第二地方銀行ではあるが、現在では、地方銀行である、北海道銀行をも上回る規模を有する、北海道最大の金融機関である。資金量、預金量は、道内銀行で最大。 かつ、第二地方銀行で最大の資金量でもあり、総資産では地方銀行6位である。また、帝国データバンクが企業概要ファイル、コスモス2に収録されている企業146万社、特殊法人、個人事業主を含むを対象に行った全国名園バンク調査2016年12月によると、北洋銀行の全国シェアは三菱 UFJ 銀行。 三井住友銀行、水ほ銀行、理想な銀行に続く全国5位24,911社であり、北海道でのシェアは34.79%と2位の北海道銀行15.05%を大きく引き離している。なお、全国順位及び北海道の順位は初回2009年調査時より変動はない。金融再編の激動をくぐり抜けてきた。 北洋銀行は平成以降を総合銀行から普通銀行への転換を第一の創業、拓銀、北海道拓殖銀行の道内事業譲り受けを第二の創業、そして札銀、札幌銀行との合併を第三の創業と位置づけている。拓銀の受け皿となるまでは10日を参照されたいが、本来大倉省は北海道銀行、同銀化、 札幌銀行、札銀への営業上渡を進めていた。1997年4月1日、過酷佐田正拓銀頭取と藤田恒夫同銀頭取が、両校の合併によって、新北海道銀行を発足させる方針を発表するが、同年9月12日、両頭取は共同会見で、合併の延期を発表。この合併交渉をめぐる、感情的もつれから、拓銀は、 大倉省による日銀への営業譲渡の要請を拒否した。また殺銀への営業譲渡も、宅銀 OB である当時の牛尾田隆氏殺銀会長兼頭取と、宅銀首脳陣の確執側を引きいた闇となった。この結果、大倉省側としては、譲渡先として想定していなかった、日銀出身の竹井正直を頭取が率いていた、北洋銀が浮上。営業譲渡先と決定した。 すなわち、日銀主導かつ竹井峠の鶴の一斉で、北洋銀が北海道経済を漁夫の利で得たとされる。営業譲渡にあたって最難関となった案件は、卓銀の債建引き継ぎの方とにあった。通常、経営破綻した銀行の営業を引き継ぐ、受け皿銀行は、正常債建のみを破綻銀行から母家で引き取り、第二分類債建等の不良債建は、 預金保険機構の株組織である整理回収銀行、現整理回収機構が自家で買い取っていた。北洋銀は、宅銀の営業上等を引き受けた時点で、1995年8月に、経営破綻した兵庫銀行の受け皿銀行として、設立された緑銀行が、第二分類まで引き継ぎ、ほどなく資産の劣化から経営が行き詰まり、阪神銀行、現港銀行に、 救済合併されたことに鑑み、正常債権しか受けない。受けるか否かは、北洋銀行が判断するとの約束を、大蔵省と取り付けていた。しかし、北洋銀が、拓銀の再建を精査したところ、仮に、第二分類を全く引き受けないとした場合、北海道経済に対し甚大な影響をもたらす、ことが判明した。そこで、北洋銀は、拓銀の再建を引き継ぐ際、 額面ではなく、将来の貸し倒れリスクまでを織り込む、割引現在価値法、DCF 法という当時の新しい会計基準を適用するよう、大蔵省に要請した。北洋銀と大蔵省は、接省を進めるが、自家算定の方法で見解が分かれ、交渉は暗礁に乗り上げた。またその最中には、大蔵省接待汚職事件が発覚し翻弄された、ほか、 第二分類企業の救済案として公的な受け皿銀行を新たに設立する構想が政府自民党で浮上消滅するなど再建引き継ぎ問題は混迷を深めた。1998年7月に入り政府は再建上と価格の大幅割引を認める方針を示しさらに割引現在価値法も一部の大口再建について認めることとした。 これによって、同年9月、第二分類債券の期数は、ようやく決し、宅銀の道内貸し出し債券16万2600件、3兆4800億円、のうち、北洋銀が営業上飛びに引き継いだのは15万8400件、1兆8600億円。第二分類債券も2300件、3600億円、のうち、1800件、2500億円を引き継いだ。 同年11月16日、宅銀からの109点を引き継ぎ、総店舗数は231点。資金量も、宅銀の同内預金が加算され約4兆7千億円に達する営業譲渡が完遂された。営業譲渡によって、北洋銀は大幅に業用が拡大。宅銀破綻前はメイン先数で、同内3位だったのが、一気にトップに向上。さらに、 大日銀の作用手の地位を得た。2006年、宅銀本店営業部であった北洋大通ビルは解体され、2010年4月新ビルで、ある北洋大通センターが竣工。翌年1月11日には、本店営業部も北洋大通センターに移転し、営業を開始した。宅銀破綻から10年経過した2008年10月14日、1999年に、 包括的業務提携を結び、さらに2001年には金融持ち株会社である札幌北洋ホールディングスを設立した札幌銀行と対等合併、存続金融関は北洋銀した。この合併は2007年3月期から金融庁が導入した新事故資本比率バゼールにによって内部統制の厳格化などが求められ、両行の本部負担も 大幅に増加したことから予定していた両校のシステム統合の責任者であった横内隆三取当時が経営環境も踏まえ主導し、まず会長であった高向の岩を説得。さらに当時の殺銀頭取であった吉野二郎を交え、強い銀行ができれば北海道経済にもプラスとなり、今まで支えきれなかった企業も支えることができるとの認識を共有し、 合併を決断した。合併後北洋銀は、リテール部門の強化を打ち出し、店舗再編によって生まれた余剰人員を同部門に投入した。1998年、平成10年の投資信託販売の解禁を機に、日銀と殺銀は、販売を開始したものの、北洋銀は、当時の竹井東鳥の顧客にリスクの高い商品は売らない方針により、 販売参入を見合わせていた。しかし2000年、平成12年には方針を転換。投資信託販売を開始した。2005年、平成17年には、全店での販売を始めたがと大きく出遅れた間は、否めなかった。その後巻き返しを図り構成。2007年、平成19年3月期販売残高では、殺銀販売分を含めれば、日銀の販売残高と、 ほぼ並ぶまでとなった指定金融機関の指定状況としては、北海道と札幌市において、日銀や北海道信用金庫、メガバンクを抑え、北洋銀が指定されている。拓銀が経営破綻した際、41自治体の内北洋銀発祥の地である小樽市、当時の小樽中央支店長は後に、小樽市長となる中松義春であったや拓銀の前身の一つである。 第113国立銀行の本店所在であった函館市をはじめ24自治体が北洋銀を指名した。2008年平成20年に殺銀と合併した際には同行を指定していた北広島市と東間町も北洋銀が引き継いだ。2013年平成25年4月22日から個人カードを対象に青森銀行と ATM 相互無料開放を 開始した。クローバーは2006年平成18年3月3日より発行を開始したクレジット機能付け IC キャッシュカード。利用者の特典として自己 ATM での時間外手数料が無料となる他行との共同 ATM を含む他 ATM 及びコンビニ ATM では通常通り有料。なお、クローバーはクレジット単独型も発行可能である。 家族カードはクレジット単独のみ。カードブランドは JCBDC、ビザのいずれか。2009年4月3日より、自己当て振込み及び住宅ローン一部繰り上げ、返済手数料が無料になるクローバープラスを発行している。また、以下の提携カードも発行している。これらのカードブランドは全て JCB のみ。ゴールドカード以外のクローバーは発行初年度年会費無料である。 二年目以降は、年会費が発生するが、携帯電話及び PHS の利用料金、AUNTT ドコモ Y、モバイルブランドを含むソフトバンク、または、電気料金、北海道電力、北海道ガスの毎月の支払いを、クレジット決済にすることで無料となる。また、前年度のクレジットカードショッピングの利用額を10万円以上と、することでも無料なる。なお、ゴールドカードには、 年会費無料の特典はない。2006年、平成18年3月3日より IC キャッシュカードの発行を開始した。以降、管理 ATM を順次 IC 対応に切り替え、翌年3月28日をもって全 ATM、多工管理の共同 ATM を除くが IC 対応に切り替わった。二千八年、平成二十年四月七日からは発行手数料を 無料化するとともに有効期限を廃止した。IC キャッシュカードで利用は、多工 ATM およびコンビニ ATM でも、IC カード対応機種であれば、可能となっている未対応機種でも、直ストライプでの利用が可能。なお、IC キャッシュカードの発行については、個人の顧客限定で普通預金、無利息型普通預金専用カードに限られ、代理人カードおよびワンパックカードについては、 発行しない。北洋銀は拓銀からの営業上と後、両項の環状系システム統合の検討を開始するが、当時の北洋銀の環状系システムを開発し、保守等を担っていた日立製作所からは、同社製、メインフレーム上に新規に環状系を作って、そこに両項のデータを収納する統合システム開発の提案を受けていた。この提案は理想的であったが、 費用と時間がかかりすぎるところが難点であった。また、卓銀の環状系システムの開発等を担ってきた日本 IBM からは、卓銀の環状系を元にしたパッケージを採用するよう提案を受けていた。右余曲折を経て1998年12月、卓銀のシステム規模は、北洋銀の預金口座数が約200万口座であるのに対し、拓銀は、 約400万口座と倍のスケーラビリティを有しており、しかも本州の顧客も含めると700万口座を処理できる仕様となっている点や、宅人システムの業務プログラムは部品化構造となっており、サブシステムの中から必要に応じてアプリケーションをお宅してシステムの構築が可能なため、変化への対応力と柔軟性が確保されていた点を考慮し、北洋銀は 総合的に判断し、宅銀のシステムに偏寄せし、システムを統合するとの決断を下した。決定を受け翌年1月、システム統合に関する最高責任者であった、高むこの岩尾副頭取、当時は、1996年4月に、三菱銀行と東京銀行との合併によって、発足した、東京三菱銀行、現、三菱 UFJ 銀行システムに自ら出向いて、 感情系統合を成功理に実現させたことに関する教えをこうた。そして、その際に得た指南をもとに自身が委員長に就任し、システム統合委員会を立ち上げた。加えて副東取直属の組織として、システム部を新設した。このほかスピード最優先との助言に従い、当初予定した統合システムの稼働時期を2001年1月から2000年5月に、 半年以上の前倒しをすること決定した。この変更は物理的に不可能とも言える難題であったが、宅銀系システムを修正せず北洋銀の業務を新システムに合わせることで期間を短縮することとした。これによって、校内用語の変更や、従来北洋銀通帳の磁気テープは横向き貼られていたのに対し、宅銀通帳は縦となっていたため、 口座数の多い宅銀方式に統一することになり、北洋銀の既存顧客は、システム統合後、通帳の再発行が実施された。2000年5月6日、投資額約150億円、開発工数にして、約3500人、月規模、開発期間15ヶ月を費やした北洋銀と、宅銀の統合システムは、稼働を開始した。なお、運用、維持については、 日本 IBM とアウトソーシングサービスを締結し、このうち運用に関しては、宅銀の情報システム要員を引き継いで設立された日本 IBM ソリューションサービス本社札幌市が担う体制となっている。2017年5月22日、千葉銀行と日本 IBM などが共同で開発したつば先関係システムへの参画を本格的に検討することで、 基本合意したと発表した。2018年度の早い段階で導入の最終判断を下したいとしている。支店名の重複するものについては全て宅銀側が変更されているが、統合時の存続店舗については、店舗の規模、立地条件や建物の構造や、経過年数や老朽化を勘案し、が多く見られる。また、従前の北洋店が、 場所も含めそのまま存続したケースも少なからずある。この間に従前の北洋店同士の統合もあった。他には統合によって空き店舗になった北洋銀行支店跡地を殺銀が支店一位店により利用するというケースもある。北洋銀行旧函館支店が旧宅銀店、函館中央支店に統合した跡地を殺銀、函館店として、また旧札幌駅前支店が 旧宅銀店、札幌駅南口支店に統合した跡地を、札銀、札幌駅前支店、等、美幌支店については店舗を取り壊して、専用駐車場にし、拓銀店舗、旧美幌中央支店跡地を利用した。2008年、平成20年10月14日に、北洋、札幌の両校は合併したが、それからわずか3日で、 親会社の札幌北洋ホールディングスはかつてない赤字を発表した。札幌銀との合併により、札幌北洋ホールディングスの連結ベースとしては、自己資本比率8.2%を維持していると発表しているが、北洋銀単独としては8.45%から引き下げられ7.7%になったと発表。リーマンブラザースの株式や有価証券運用の損失が大きく響き、 北洋銀行が開業してから91年の歴史で最悪の結果となった。北洋銀行は海外に拠点のない国内基準業であり8、8%以上の自己資本比率規制は適用されない。その後、国からの公的資金注入で自己資本比率を9.50に修正。決算報告書より、2009年平成21年12月31日、 スキーのジャンプ台の建設会社が札幌市内の北洋銀と水保銀行、札幌信用金庫の3社から総額約2億円の融資を騙し取っていたことが発覚した北洋銀の歴史上最大の被害である。江別中央支店のもと福祉店長が2つの新木団体の口座から90万円引き出したことが判明し、この福祉店長は懲戒解,解雇処分となった。 イメージキャラクターは北空と仲間たちである。それ以前にはサンリオとのコラボレーションキャラクターであるアヒルのダッカルを採用していた。同行の隠し点等の一例、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。